カール・パブロビチ・ブリューロフ1852年6月11日は、ロシアの画家。友人たちから、偉大なカールと呼ばれた。国際的な名声を得た、ロシア初の画家である。ロシアの新古典主義から、ロマン主義にかけての過渡期の重要人物とされている。カールは、カルル、ブリューロフは、ブリュローフ、ブリュロフとも表記される。ブリューロフは、フランス人の両親のもとに、サンクトペテルブルクで、カルロ・ブリュローとして生まれた。幼年時代からイタリアへ絵を描きに行きたいと思っていた。1809年から1821年まで、ミカドリツ芸術アカデミーで教育を受けたにもかかわらず、ブリューロフは、師が教え、兄アレクサンドルが勧める、古典主義を決して受け入れなかった。将来を約束され想像力に溢れた学生として、教育を終えると、己の名を上げるため、ロシアを立ち、ローマへ向かい、1835年まで滞在して、肖像画家として活動した。芸術家としてのブリューロフの栄誉は、彼が歴史的題材を描いたことから始まった。ブリューロフの最も有名な作品、ポンペイ最後の日は、アレクサンドル・プーシキンとゴーゴリによって、ピーテル・パウル・ルーベンスや、アンソニー・バンダイクの傑作と比較される巨大な構図である。イタリアで大評判を呼び、ブリューロフは、当時でも卓越したヨーロッパの画家として名が確立された。この作品を仕上げた後、彼は意気揚々とロシアの首都へ帰国し、彼は貴族やインテリ階級の多くの友人を持ち、帝立芸術アカデミーに高い地位が用意された。1836年から1848年までアカデミーで教鞭を取る間、ブリューロフは新古典主義の簡素さとロマン主義の風潮がよりよく結びついた手法を確立した。写実主義に根ざす彼の傾向は心理学的な深い洞察力の興味をそそる水準で満たされた。聖イサーク大聖堂の飾り天井を手掛けている時、彼の健康は突然悪化した。主治医の助言に従い、1849年にブリューロフはロシアを立ってマデーラ諸島へ向かった。そして、余生3年間をイタリアで暮らした。ローマで死に、プロテスタント墓地に埋葬された。ありがとうございます。